ソックス戦に1番 DH で出場。ドジャース・アールソックス。日時間22日ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手は21日、日時間22日、ヨンドコロ地で行われたレッドソックス戦に1番指名打者で先発出場し、5回の第3打席で後半戦1号となる今季30号塁打を放った。144メートルの特大弾で悲喜と初となる4年連続の30号の大台を達成した。ヨンドコロ地を魅了した。大谷が豪快な後半戦初アーチを放った。5から2で迎えた5回の第3打席、甘く入ったカットボールを捉えた。打球は右中間スタンドへ一直線。まさに打った瞬間、大谷だけでなく、観客も確信するような飛距離473フィート、約 144.2 メートル、打球速度 116.7 マイル、約 187.8 キロの特大弾となった。飛距離は6月18日、同19日の敵地、ロッキーズ戦で放った20号の476フィート、約 145.1 メートルに次ぐ、飛距離で打球は右中間スタンドの代走看板の上を越えてバウンドし、外へと消えた。これでリーグ最速、メジャー全体では2番目の速さで30号に到達し、リーグトップを走る。塁打争いでは20日、同21日に、ブレーブスのマルセル・オズナ外野手が1試合2発となる27号、28号を放っており、29号だった大谷は1差に迫られていたが、再び突き放した。相手の先発は、カッター・クロフォード投手。試合前時点での対戦成績は4打数無安打と、完全に封じ込められていた。初回の第1打席は、空振り三振。3回の第2打席は左肘に打ち取られていた。大谷は13日、同14日の敵地、タイガース戦では5回に29号ソロを放ち、選手で初めてメジャー通算200号の大台に到達。16日、同17日に、米テキサス州アーリントンで行われたオールスターでは、ナ・リーグの2番指名打者で出場。第2打席で先制の3弾を放つなど、2打数1安打1四球の活躍を見せていた。これで日米通算250号にもあと1に迫った。100試合目での30号でシーズン換算では48塁打ペースとなっている。フルカウント編集部。